はい、どうもピチピチーナテクタンと申します。ドラゴンクエスト9実況プレイパート18始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでまあ、このベクセリアのね村の人たちにまあ、いろいろ話をしていったところですね。病気した人たちにということで、とりあえずも研究室戻ればよかったんやったかな。一回行きましょう。いろいろ話聞きましたね。どう感じましたか？ありがとうございました。おかげでエリザの言ったこと分かったような気がします。今までの僕は何をやるにも自分のことばかりで周りが見えていなかったんですね。だからエリザの体調がおかしいことすら気づかないで、まったく情けない話です。まあ、それ気づけなかったんはなかなか痛い話よね。今日街を回ってみて、初めて自分がいかに多くの人々に関わっているのか気づきました。これからはそのことを忘れず、このベクセリアの人々と共に生きていこうと思います。みんなに感謝されるのも悪くない気分ですしね。まあ、こういうふうに思えたのはさ、良かったことかもしれへんけど、ただ、まあなかなか、実際問題立ち直るにはめちゃくちゃ時間かかるよね。ルー君を助けてくれて本当にありがとうございます。おかげで私死んでるのに自分の夢を叶えることができちゃいました。ルー君のすごいところを街のみんなに知ってもらうこと。そしてルー君にこの街を好きになってもらうこと。それが私の夢でしたから。いや、あなたがいた時にね、叶えれたら一番幸せやったんかもしれへんけど、でも、仮にエリザがさ、生きてたとしたら、こうはなってなかった可能性ってめちゃくちゃ高いよね。だからといって、じゃあ、死んだことが良かったとは、それはよう言わんけど。あわわ、もう時間みたい。天使界で実はいたりとかするかな、もしかして。それじゃあ、これでお別れです。どうか、お元気で。もしそうやとしたらさ、ククタンも一度は、なんか死んだ身っていう可能性があるけど、もう関係ないかもしれへんけどね。神が作ったみたいなこと言ってたし、いや、死人から作った可能性もあるけど。もうすぐ夜が明けますね。今日はこんな時間まで付き合わせてしまって申し訳ありませんでした。ククタンさんは休んでください。僕は少し考え事をしたいので、もうしばらく起きています。もう休むわけにもいかないんですよ。すでに日の出も近い時間、ククタンは宿屋に戻り、休むことにした。休むんかーい。休むってちょっと休むって感じね。そして夜が明けた。お、体力回復してます？でも多分私もうすでに体力満タンやった気がする。おはようございます。もうお昼過ぎですよ。それは寝すぎや。昨日まで街を覆っていた暗い雰囲気も今日はすっかり晴れたみたいですね。そうね、やっと BGM が明るくなったね。やったやん。あ、まだ帰ってへんのや。妻の体力が戻るまではまだしばらくこの町に留まることになりそうです。そっかそっか、まだちょっと元気じゃないんやね。完全じゃないんやね。この前ルーフェン先生にしようとしたお礼のこと、ダーリンには内緒にしといてね。隠し事するわけじゃないけど、世の中には黙っておいた方がいいこともあるのよ。まあそうかもしれんけど、お礼がさ、その色仕掛け的なやつっていうのはちょっといろいろ間違えてる気がすると思うんやけど。ついについについにやってくれたね、ククタン。あんたには見えないだろうけど、今街中に星のオーラが溢れてるんだよ。おー、ついに。これだけ人間を幸せにしたなら、あんたの天使としてのランクも赤丸急上昇間違いなしでしょ。ってことは今度こそ天の箱舟も動いてくれるに違いないって。なんか可愛いな、この髪飾り。さあ、天の箱舟のところまでダッシュで戻る戻る。戻る戻る言うても、あの辺りにね、あのルーラできればすごいいいんやけど、できひんもんね、ルーラは。今ここにいらっしゃるかな？いたいた。やあ、ククタンさん、あなたには改めてお礼を言いたかったんですよ。今まで僕は自分の満足のためにしか学問をしてきませんでした。でも今は自分の学問をこの町のため、世のために役に立ててみたいんです。こう思えるようになったのも、閉じこもっていた僕をあなたが連れ出してくれたおかげですよ。よかったよかった、明るくなれて。とは思うけど、もうちょっとぐらいはなんか引きずってほしいっていう言い方変やけど。なんか、もしかしたらちょいちょいね、セリフって違うかもしれへんけど。あ、
腹巻きを作ってあげたんだけど、じいさんと来たらいつの間にか縫いじまってるんだよ。全く処置なしだね。クエクションズルズル。うー、流行り病は治ったのに、どうして高熱っぽいんじゃろ。腹巻き脱ぐからでしょ。基本的にはなんか青い吹き出しの人に声かけていきたいね。こういうあの、あれ、なんでこんなとこおんの。こんなところで何してるかって。ルッフッフ、何を隠そう、俺ルーフィン先生に弟子入りしたんだ。あー、そう。まだ先生には弟子だって認めてもらえてないけどさ。まあとりあえず今はこうして先生の身の回りのお世話をして徐々に取り入ってやるぜ。不法侵入じゃない、大丈夫それ。まあ、そうそうそう、あの、もともといた人にももしかしたらね、青い吹き出しの人はいるかもしれない。なかなか探すのがちょっと大変そうやけどね。まあ、ここの人は声かけていくか。そういえばエリザが生まれた時、主人は息子じゃなかったことをしきりに悔しがっていましたわ。もしかしたらあの人、ルーフェン先生のことを息子みたいに思ってるんじゃないかしら。あ、息子が欲しかった、後継ぎ的な。後継ぎって言っても長女の後継ぎ。別に別の家の人がなってもいいんじゃないと思うけどね、長女やったら。これは天使か。で、こっちは確か星。わからん。うわっと。いや、何、せっかく古文書があるのだから読んでみようかと思いましてな。そういえばちょっと前にルーフィンのやつがのこのことこの家に顔を出したのですよ。何やらゴニョゴニョと今までの行いを反省するとか柄にもないこと言ってましたな。で、そこまでは良かったのですが、その直後にここにある古文書全部貸してくれと来たんですよ。さすがにあれは開いた口が塞がりませんでしたな。まったく奇妙な男ですよ。もうこれでちょっとずつ仲良くなってくれればいいよね。ということで、どうしようかな。まあもう飛んじゃおうかな。ここでキメラの翼でどこからが一番近い？いや、またセント初隊員城からの方が近いかな。ほい。よし、行きますか。これ毒ガの粉でしょ。立夏の宿屋ってさ、どうなんやろ、定期的に寄ったりした方がいいんかな。立夏がもう完全にモブ扱いモブ扱いになっちゃってるのか、それともまだなんかね、重要な役割を担っているのか。まあ、あっこの宿自体がさ、まあ、ルイーダの酒場やから、まあまあまあ重要な酒場ではあるけど、多分これ以上私仲間買えへんと思うからさ、多分ね、多分やけど、だからあんまり用事ってないかもしれへんけど、寄ってみた方がいいんかなー。ということで、どうなん。あ、誰？誰？何この暗そうな女。え、誰？ちょっとククタン見た感じ幽霊みたいだし、相手してやれば？いない。なんか可愛いね。はぁ？あの人はここにもいない。誰なんやろう？私剣刺さってなかった、大丈夫体に。ちょっと、何あれ、鹿とかましてくれちゃって、むっかつくー。まあいいや、今はそんなことより、さっさと天の箱舟に乗り込もう。いいの、ほっといて。いいんかな？なんか動く気せえへんのやけど、全然。ほれ、さっさとするする。あんたが乗ってきてくれなきゃ始まらないんだから。前もガタンって動いたもんね。おう。どうよ。結構動いてるね。おー、箱舟ちゃんのこの反応、クク団が天使だってようやく認めてくれたって感じ。あ、結構動いてる。もしかしてエンジンかかってる、これって。いける、今度こそいけるわ。あとはあの操作パネルをちょいちょいいじってやれば、天の箱舟は飛び上がるはずだよ。ほんまに？大丈夫、途中で落ちたりせえへん、また。大丈夫？途中で落ちたらもう、あ、途中で落ちてさ、違う大陸に行く説あるんじゃない？さてと、私がこれを操作したらいよいよ天使界に帰れるはずなんだけど、もしやり残したことがあるなら待っててあげてもいいよ。さあどうすんの。やり残したことって言われたらめっちゃ困るんやけど、だってキメラの翼とかあるしさ、ルーラ登録されてるから、また別の仮に大陸行っても大丈夫な気するんやけど、行きますか。
よし、じゃあ行っちゃうからね。後悔してももう遅いよ。だっていざなんかしますかって言われても何も別にすることないしね。それじゃあ行くよ。スイッチオン。ほんまに大丈夫かな。イザヤールとかちゃんといるかな、天使界に。あ、ほんまに動いてる。これさ、一両目って書いてあったけど、一両目しかないよね、今。あ、ほんまに運転できるんや。確かここをこんな感じでいじってたっけ？もう忘れちゃったん？やめて！叩けば治るっていうわけじゃないんやから、機械って。叩く人って結構いるけどさ、私はそれで治ると、あ、そんな感じで出てくるんや。なんや、他のとこは他のとこに落ちてもたんかと思った。おい、やるじゃん、私。とはいや、このくらい運転士なら当たり前だっつーの。いた。何も言うてへんて、私。そんじゃ、天使界目指して出発進行。私も進行してる、かわいい。賑やかやな、一人で。でも実は私もペラペラ喋ってるんかもしれへんね。あ、この BGM ドラクエ10でも聞いたね。ここか、初でなんか。あれか、この箱舟の BGM っていう、そういう感じなんやね。なるほど。わー、天気悪。大丈夫これ。無音すぎるんやけど。てか、天使界さ。そうよね。それってごろびてる？なんかさ、雰囲気悪いやろうなと思ってたけど。どうなん？どこに降りるんやろ？わぁ、悲しい BGM になってる。神よ、聖なる世界中よ、どうか我らをお守りくだされ。このままでは、天使界は。ククタンです。あ、あれは。ククタン帰ってきました。神よ、祈りを聞き届けてくださったのですね。ごめん、神じゃなくてククタンなんです。残念ながら。ただいま。天の箱舟が我々を救いに来てくださったのだ。ここから脱出したいんかな、もしかして。長老オムイ様、中から誰かが出てきます。おお、私でーす。なんとククタン、お前はククタンなのか。どうして天の箱舟から。しかもその姿はどうしたのだ。天使の翼も頭の氷もなくなっているぞ。そうなんですよ。何？人間界へ落ち、翼を失ったお前を天の箱舟が送り届けてくれたじゃと？では他の天使たちはどこだ？まさかお前一人だけか？もう、ここにいる人たちしかおらへんのかな？今んとこ私だけなんやけど。いや、すまぬな。ともかく、ククタンよ。よく無事天使界へ帰った。さあ、おいで。地上で何が起きているのか、私たちに教えておくれ。地上は割と別に普通やと思う。こっちの方がどうかしてると思うんやけど。あ、まあ、ちょいちょいなんか異変はあるよね。人間界から無事に帰ったという知らせは天使界中に伝えられた。あ、他にもおるんか、天使。ちゃんと。一応。ククタンは人間界に落ちたとき、天使の降臨と翼を失ったこと、天使の力を失ったこと、そして人間界のあちこちで異変が起きていることを長老オムイに話した。うん。そして夜が明けた。明けてね。そうか。あの時の邪悪な光は天使界ばかりでなく人間界までも襲っていたのか。ククターも覚えておろう。女神の果実が実ったあの日。地上より放たれた邪悪な光が天使界を貫いた。天の箱舟はバラバラになり、そして女神の果実すべてが人間界へ落ちてしまったようなのじゃ。あ、そうなんや。ククタン、お前と共にな。あの後地上に落ちてしまった天使や邪悪な光の原因を探すため何人もの天使が地上に降りた。じゃがククタン、お前の他は誰も戻ってこないのだ。初めてだって戻ってきたところやもんね、今。
皆のことが気がかりじゃが、ともあれお前だけでも戻ってこれてよかった。お前は世界樹の元に行き、戻れたことを感謝し、そして祈りを捧げるのだ。下でさ、ククターのおかげで出てきた星のオーラってここに集めることってできるんかな。もしかすれば世界樹の力が失われた翼と天使の降臨を蘇らせてくれるかもしれんぞ。行きなさい守護天使ククターよ。お前に神と聖なる世界樹の守りがありますように。でもまあここに来たところでみたいな感じやったね。さてと、これで天使会にククタンを送り届けるって約束ちゃんと果たしたからね。なんか大変そうだけど頑張ってね。そんじゃ私やることあるから。ククタン、短い付き合いだったけどお互いお疲れ、バーイ。そうなん、どっか行っちゃうのサンディ。そうなの？さっきおかしな光がククタンの周りをうろついてなかったか？うーむ、目の錯覚だろうか。見えへんの？天使やのに。それにしてもひどい姿だ。天使の輪も翼もなくして、かわいそうに心細いだろう。すべてはあの日天使界を襲った邪悪な光のせいだ。一体何者の仕業なのだ。いや、神が裏切ったっていう話なんじゃない？守護天使ククタンよ、よくぞ天使界に帰ってきてくれた。みな心配していたのじゃよ。地上へ落ちてしまった果実を何人もの天使が探しに行ったが、誰一人帰ってこないのじゃ。皆のことが気がかりじゃろうが、まずはその痛ましい姿を何とかせねばならん。天使界で最も聖なる場所、世界樹の下で一晩祈りを捧げてこい。さすれば世界樹の力が失われた翼と天使の降臨を蘇らせてくれるかもしれんぞ。一晩も祈らないといけないんですか？大変。聞いたぞククタン、あの邪悪な光が放たれた時、人間界でも大地震が起きたそうだな。しかも以前に比べ魔物たちの数が増えているとか。うーむ、悪い予感がするぞ。これさ、コリコリとかハラミとかてっちゃんとかってどうしてるんやろ今。邪悪な光のせいで天使界はめちゃくちゃになってしまったんだ。危ないからなるべく建物の外に出るなって長老思い様に言われたよ。一応いるんかな。ついては来てないけど下で待ってるんかな。だってただの人間やもんね。ククタンだ、帰ってきてくれたんだ。本当によかった。あのね、ククタン、イザヤール様とは一緒じゃなかったの？あの日ね、ククタンが人間界に落ちたすぐ後に。なんでもない。ねえ、ラフェット様にも元気な顔見せてあげて。ラフェット様なら多分下の階にいるはずだよ。どうしたんやろイザヤール、もしかして私を探しに。ねえ、降りて。あ、見え、帰ってきてないっていう、そういう感じなんかな。俺の死は地上へ降りたきり戻ってこないのだ。いくら死が剣の腕が立つとはいえ、こう遅いと不安になってくるな。みんなさ、こうやって羽とかもがれてさ、もしかしたらね、なんかしてるんかもしれへんけど、どうなんやろ。ラベットさんならさっきここを通ったよ。石碑の方へ行ったらしいぞ。石碑、石碑、石碑ってどこやっけ。今のところ世界樹の力で持ちこたえているけど、もう天使界はやばいらしいぞ。お前もずっと人間界にいた方が安全だったかもしれないな。人間界って戻れるんかな、行けるんかな。でも羽とかないからさ、もともと羽でなんかね行ってたみたいな感じやと思うけど。光あれ、あざ。天の星々はいつでもお前を見守っている。さあ行きなさい。アザース言うたけど今別に元気なんよね。ご入れない。女神の果実が実れば神の国へ帰れる、あの言い伝えは嘘だったというのか。ここから降りれるんかな、どうなんやろ。世界中の力を宿した女神の果実は全て人間界へ落ちてしまいました。人間は愚かな生き物、女神の果実が人間の手に渡ったら大変なことになるかもしれません。あ、人間の手に渡っちゃうんかな、どうなんやろ。見えてるけど別に降りれそうではないんか。怖いよ。変な雲が天使界の外を取り巻いてからなんだか息苦しいんだ。空も真っ暗だし、女神の果実も落ちちゃったし、天使界はどうなっちゃうんだろう。ね、天気悪すぎな感じやったもんね。邪悪な光に襲われた時、ククターの他にも何人もの天使が地上へ落ちてしまったのよ。それで天使界にあんまり天使が残っていないの。そう、結構おると思うんやけど。
あんなにたくさんの天使が地上へと降り立ったのに、帰ってきたのはククタンだけ。これじゃあまるでエルギオスの時のようじゃないか。いや、きっとみんなちょっと手こずってるんだ。それだけさ。なんかエルギオスの話あったよね。こっち行くか。ラフェットを探しているのか？ならそこの扉の奥へ入っていたぞ。ラフェットはこのところ毎日エルギオスの石碑の前で祈りを捧げているようだ。どこや？ん？ここでいい？ここに入っていったんやね。あれ、ここにいたのが、あ、この人か。偉大なる天使エルギオスよ。ククタンとイザヤールがどうぞどうか無事に帰りますよう、もっと他の人のことも祈ってあげて。え、ククタン？よかった。無事だったのね。ねえ、イザヤールは？一緒に帰ってきたんじゃないの？そもそも出会ってすらないです。そっか。てっきりイザヤールも一緒だと思ったんだけどな。あのね、イザヤールはあなたを探しに人間界へ降りてからずっと帰ってないんだ。誰も帰ってきてないんでしょ、そもそもの話。だから私、この石碑の前でずっと祈りを捧げてたのよ。二人が無事帰りますようにって。これはエルギオスの石碑。エルギオスのことを忘れぬため作られたもの。読もうか。あ、お願いします。偉大なる天使エルギオス、その気高き魂と人間を愛する美しい心、我ら忘れることなし。そして誓おう、神の国に帰れるその日までこの世界を見守っていくことを。神の世界ってめちゃくちゃ怪しいよね。エルギオスというのはかつて何百年も前、イザヤールの死だった天使、アルムラの守護天使だったエルギオスは人間たちを守るため地上へ降り、そしてある時消息不明になってしまった。もしかしてエルギオスラスボスやったりしません？何が起こったのかもはや知る由もなく、私たちはこうして祈るしかないの。イザヤールは心配だったのよ。ククタンまでエルギオスみたいに帰らないんじゃないかって。じゃあイザヤールが逆にエルギオスみたいになってるやん。多分今も人間界のどこかであなたを探してるんじゃないかな。偉大なる天使エルギオス、イザヤールの死をどうかお守りください。あなたの弟子イザヤールが無事で天使界へ帰りますように。そっか。うわー、読んだ、さっき読んでもらったです。この石碑に書かれたエルギオスというのはかつてイザヤールの死だった天使。読んだわ、これ聞いたわ同じセリフやったわ。そっかー、まあ探してくれるんはね、ありがたいけど心配よね、イザヤール。ここは入れるんか。おー、入れますね。ここは神のもとへ祈りを届けるための場所、祈りの部屋と呼ばれています。これもしかして、あ、そういうやつですか？そういうやつですか？いいです。普通に教会の役割を果たしてくれる感じの教会でした。ここは？あれ？こんなにドアって開いたっけ？そうやっけ？女神の果実を落とした邪悪な光は雲の下から来たんだろう？ってことは悪いやつは人間界にいるのかな？いやー、神の世界じゃないと思うんやけど、あの邪悪な光が天使界を貫いたせいで女神の果実は全て落ちてしまった。おかげで天使界はこのありさま、もうダメかもしれないわ。天使界ダメになったら人間界もちょっと危なそうな気がするんやけど、その辺はどうなんやろ。聖なる世界中に実った女神の果実は全部人間界に落ちちゃったんだって。何千年も何万年もみんなで星のオーラを捧げたのに、これからどうすればいいんだろうね。女神の果実を探したりした方がいいんかな。いや、ここ入れてた。あれ？入れてた？この宝って、キメラの翼か。あれ、でもここなんか、この階段上り下りしたこと普通にあるよね。はぁ、そうか。そうか。じゃあどうしようかな。ここ降りて、あー、そこね、オッケー。んなら、じゃあ、こっちか。それにしてもひどい姿だな。早く世界中のところで祈って翼と氷を戻してもらえよう。うい。
あ、ここは出たわ。この階段登ってか、世界中。もうなんか、だいぶ前のパートぶりやからね、ちょっと結構、忘れてるところもありますよね。あれ？違うな。ここだってこの子話しかけても、こっから出るんやっけ？あ、こっから出るんやね。オッケー、じゃあ時間がいい感じだと思いますので、この辺人おる？この辺りで終了しまして、次回、世界中のところ行きましょう。ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。